にちは。こんにちは。セントです。クリントです。今日は、バイクチェックいつも通りやっていきたいと思います。はい、お願いします。今回紹介するのは、はい、リベンデルのロディーニっていうモデルですね、はい。このバイクは、まあ、リベンデルの中では細リブって言われる、まあ、モデル、まあ、一番細いんじゃないかなと思うんですけど。細リブっていうぐらいだと太いのもあるんだね。そうです、細リブ、太リブの一番細い。そう、細リブっていうモデルで、まあ、タイヤが太いの入らず細いので割とスピーディーに乗ってもらえる、はい、ジオメトリもロードバイク寄りになってるバイクですね、うん。はいはい、ロードバイクだけど結構タイヤが太いのが入る、うん。そうですね。何 C までぐらい入るこれ。ロディーニは 35C とかまでだと思うんですけど、38入れてるバイクもあったんで、はいはい、700C の 38C とかまではいけるかなっていう感じですかね。なるほど。そしたらほぼほぼなんかなんだシクロクロス、そうですね、みたいな使い方もしようと思ったらできる。そうですね。言ったらまあこれでちょっと頑張れば山、うん、ちょっと荒れた道とかも、うんうんうん、砂利道とかあったら全然平気なんですけど、山の中とかも走ってるスタッフいたので。いたね。いました。全然いけるっぽい。いけるっぽいですね。幅広く使えるし。そうですね。やろうと思えば、うん、細いタイヤ履いたら本当にロードみたいにも使えるし。いけるし。結構万能な、いいフレームだと思います、うん。じゃあちょっと詳しく見ていきます、はい。ハンドルからいきましょうか。ハンドルは何ですか。ハンドルはこれアルバトロスバー B352 っていうハンドルを、うん、まあ、どっち向きにも使えるんですけど、今回はちょっと上にも下にもいけるタイプなんですけど、ちょっと下向きにしてクラシカルな感じで一応今回は組ませてもらってて、はい、お客様が、まあ、最初サーリーを見に来てくださったんですけど、うん、何度かご来店いただくうちにちょっとリベンデルって何ですかみたいになっていいステップアップ。そうですよね。なんかリベンデルっていうのが見つけたんですけど、おなんか教えてくださいみたいな感じになって、こっちとしては結構嬉しいですよね。嬉しい、熱い展開で、熱い展開ですよね。で、まあ、リベンデルちょっとご紹介していく中で、まあ、使い方的にもちょっとスピーディーな感じ、スピード感ある感じで、うん、ちょっとクラシカルな見た目で、乗りたいみたいな、はいはい、ご要望があったんで、ロディーニのシルバーがちょうど在庫あったんで、お運がいいですね。そうですね、本当にもうおすすめさせてもらって、もうリベンデル気になって来てくれたその日に一応決めてくれましたね。今本当にリベンデルはない、全くないと言ってもいいぐらいだから、ね、すごいタイミング的に超良かった。そうですね、滑り込みって感じですかね。で、まあ、ハンドルアルバトロスバーで逆付けしてて、うん、でこの辺は、はいはい、僕らのオリジナルのクロスバーテープに紐、セイル糸っていう紐を巻きつけて、はい、まあ、これ紙馬とかだと焼き豚巻きとか、うん、チャーシュー巻きとか言ったりするんですけど、それもちょっと僕もやってみてます。ね、グリップのところになんかこうバッテンみたいになってるところが、そう、焼き豚みたいだから焼き豚巻きって言ってる。そうですね、やつか。これは結構ちょっとやってみたくて、今回このお客さんのバイクでちょっと実践させてもらって、めちゃくちゃかっこよく行ったんで結構気に入ってますね、うんうん。こういうこだわってやってるのを横で見てた覚えが。そうす。これロードバイクだから、はい、こうひっくり返したみたいな。そうですね、ちょっと前傾したいなみたいな。そうです、そうです。お客さんとパーツ決めの時に話してたんですけど、なんか僕は上向きで考えてて、はいはい、このハンドルをおすすめしたんですけど、ちょっとやっぱゆったりしすぎないというか、うんうんうん、ちょっとあの前傾なのが乗り方に合ってるみたいで、うんうん、このお客さんもともとモトクロスってバイクを、あー、そうだったね、そうバイクで、そう山の中とか走ってる方ではい、はい、やっぱそのママチャリみたいなポジションよりかは、うん、ちょっとだけこう前傾になってる方が多分乗りやすいみたいで、はいはい、というのをご希望あったんで、じゃあ逆付けしたらちょうどいいかもしれないですって言って、うんうん、逆付けで組ませてもらいましたね。納車の時にね、あ、そうです、積み込む時にもうすでにバンの中にハイエースでオフ車が入ったもんね。ハイエースで来てくれたんですけど、自転車奥様のもカスタムしてて2台持って帰るって言って、うん、で来て入ってきた車にもうでかいバイクが2台入っててそれにチャリを2台隙間に詰め込んで入ったんや。入りました、頑張って入れて、でバンドで止めて本当に傷つかないようにとかして入れました。結構すごい、ね、すごかったですよね。こっちもお話ししててなんか楽しくなっちゃうようなお客さんで、うん、パーツ決めの時もすごいあの盛り上がってくれたよね。そう、何回も来てくれて、なんかいろいろこうウェブサイト見てくれたりとかして、
このパーツどうですか、このパーツどうですかとか結構練りながら組んでた1台なので、うん、個人的にはすごい思い入れのある、結構最近組んだんですけど思い入れのある1台になりました。何回も来てくれるの嬉しいよね。めちゃくちゃ嬉しいですまあシフターはまあクラシカルに見えてあのちっちゃいあまり主張しすぎないやつ、まあ、これも定番ですけど、そうリベンデルの S2 サムシフターを、逆付けというか本当はこの上の部分にシフターが来るんですけど、それを左右逆につけて、はいはい、あの親指と人差し指であの素直にシフティング変速してもらえるようにあの逆付けでしてます、うん、統一感がそうです ね, あるね、まあ、全体的にはこんな感じで埋め上がってます。グレーリムがいいよね。あ、そうです気づいてくれましたか、うん、その全体のそうです、ね、ガンメタシルバーみたいなやつにこのベロシティにブルラグを別注したそうです、ね、グレーリムがグレーの A23 リム羨ましい。すごいいい合わせでそう結構色味がトーンがあったんでシルバーだとなんか主張しすぎな、うん、パキッとしちゃう気はし、ま、するんですけど、うん、グレーでちょっと落ち着かせてトーン合わせてみたいないい塩梅のこう、うん、色味のバランスに。そうなんです。これでシルバーリムだと結構よくあるザ・リベンデルみたいな感じだけどちょっとひねってる感じがすごい好感度高いありがとうございますまあこの辺チェーンはちょっとゴールドチェーン使わせてもらってこの辺もまあシルバーだとまあいつもの感じというかそれはそれでいいんやけどね。そうかっこいいんですけど、うん、ちょっとだけひねってゴールドどうですかって言ったら、うん、すごいめちゃくちゃいいじゃんみたいな感じになってたのででチェーンガードチェーンステーのところにバーテープで巻かせてもらってます。ロディーニは特徴としてはリベンデルって結構ラグが特徴的だと思うんですけど、うん、溶接のところ ね, そうですねパイプとパイプがぶつかるところそうでラグはあのロディーニはラグがじゃなくてここがティグティグですねティグ溶接になってるんで、まあ、ちょっとシンプルなんですけど、うんまあ、僕はこのヘッドセットが入ってるところとかはそのロー付けで飾りが入ってるから、ねまあ、割と他のフレームよりかはそうですね、うん、ちょっとあの装飾的うん、ではあると思うんですけど僕は結構このさらっとすっきりさらっとさりげない感じも結構好きでそうね、いいそう結構ロディーニのチャームポイントだったり実はしますね、うん、でラックこの辺のラックですね、はい、ラックは M18 っていう、うん、あの一本足の一応ラックを使わせてもらいました、はいはい、本足っていうか2本足っていうかあそうですね2本足 M1 だと4本足だけど M1 だとそうですねこのこっちからもステイが伸びるんですけど、うん、一応1本足なんでかっていうとロディーニのフォーク、はいはい、こうちょっとよく見てもらうと分かるんですけどダボ穴がフェンダーダボしか開いてないので、はいうん、M1 だと足を余らせるというかそう、ねまあ、抜いてあげて1本足にしてあげてもいいんですけど、まあ、本当によりシンプルにというか確かにこっちの方が個人的にはすっきり見えるかなと思ってそうだと思います M18 使わせてもらってでフェンダーダボ使ってステイを伸ばして、うんうんラックつけてます、はい、結構この辺も綺麗にいったんじゃないかなっていう感じですかね、うん、ライトの付け方がねちょっと変わるあそうですこだわりポイントですこれはこだわりポイントです大きい画像が出るかなこれです、はい、これは、コマライト、うん、僕らのオリジナルの結構ちっちゃいけど明るい、うん、コマライトっていうライトをどうやってつけようかなと思って、うん、いろいろ試行錯誤して小さいステイを見つけたとそうですそうラックの途中に一応工夫してつけてるんですけど、はい、ニットのステイにこの枝を生やせるパーツがこれ別売りで売ってるんですけど、はいはい、これを使ってちょっとどうにかしてつかないかなってこう考えて、はい、ここのビバって書いてあるのは、うん、これはラックマウントラックマウントそう僕らはよくブログとかではミッキーちゃんとかって、うんはいはい、そう誰がつけたかは分かんないんですけどあこれかえ元々この形だっけいや違いますこれミッキーちゃんっていうんでこう穴がこう2つ耳みたいに耳みたいな感じでこっちにもついてるんですけどうんうん、うん、ここはもうカットして、はいはい、一応つけてます、うん、でこれビバのラックマウントこれすごいちょうど良かったのが、うん、あのネジ切られてるんですよおで普通の、まあ、ガモとかのラックマウント、まあ、別にラックマウント結構種類たくさんあるんですけどネジ切られてないやつもあったりとかしてただ細かいところネジで取り付けるタイプなんで、うん、ビバのここカットしてもうここつけるだけであの言ったら簡易ダボ穴みたいな感じになるんで、うんうん、ちょうど良かったんでラックマウントカットしてつけて細かいところをつけてるっていうこれも結構すっきり可愛くいったので個人的には
こういうところはメカニック楽しいところだよね。そうですね、見つけたっていうところですよね、うん、で、まあ、この辺はシルバーのハブ使ってあげて、さっきのグレーリウムで組んでますね。サドルも、まあ、ブルックスの定番のやつ B17 スタンダードってやつのブラックをつけさせてもらってます。サドルもまあ結構悩まれてたんですけど、まあ、結局やっぱ革が結構選んでいただくことが多いかなっていう感じはするんで、最終的にはお尻痛くないですね。そうですね、馴染んでくれるし、うん、で、まあ、バイクの雰囲気にもすごく似合うので、うん、こちらはまあ革サドル妥協なく選んでもらってます。メロディーダウンチューブのデザインこんな感じですね。こういうところがいいよね。こういうところがいいですよねお客さんも結構まあリベンデルの結構装飾的なところとか、あの、まあ、ダウンチューブのこういうちょっと凝ったところとか、うん、結構グッと来てくれて決めてもらったんで、あとはここですね、スタンドつけてます。ボディにはスタンド台座が一応なくて、うん、まあ、リベンデル大体ついてる。確かについてますね、大体ついてるんですけど、まあ、よりこう多分スピーディーなモデルなんで、うんうん、あの台座はついてなくて、うん、でこれ 35C で結構マックスに近い太いタイヤ入ってるんで、うん、まあ、フロントディレイラーか、はいはい、このワイヤーも伸びてるしちょっとつくのかなって不安だったんですけど、意外とここの隙間、確かにそうクリアランスあったんで、あのマックスでもマックスのタイヤクリアランス太いやつ履いてフロントのディレイラーつけても全然大丈夫です。あの二股のやつとかでも多分大丈夫なんじゃないかなと。ダブルレッグね、ダブルレッグ、プレッチャーのやつでも大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、今回はそう、ね、あのすっきりごつくなっちゃうよりもすっきりさせたかったんで、片足のロードバイクっぽさをちょっと、そうですねちょっといいとこ残してみたいな感じで、そう片足のすっきりしたやつで一応つけさせてもらいましたね。この辺も意外と片足は調子いいですね、うん、もう最初から片側に重心が寄ってくれるんで、うん、倒れたりしにくいし、うんうんうん、結構ちゃんと使えます。で、まあ、タイヤこれグラベルキングの SS っていうタイヤ、うん、最近出たんですかこれは。まあ、1年以内ぐらいに出たんですかね、うん、まあ、結構新しめのタイヤですね。ですけど真ん中の部分はあんまりこうパターンが大きくない、大きくなくて、うん、まあ、オンロードで速く走れるし、オフロードでこうゴツゴツしたとこもこう横サイドでこう食ってくれるみたいな、うん、程よいタイヤですね。見た目も僕も大好きです見た目もかっこいいんで、うん、そう僕も大好きなんですけど、なんかこう飾らない感じがいいね。そうですよね。で、まあ、真っ黒でちょっと一応アッセンブルさせてもらってます。ここがあの、まあ、リベンデルの特徴的なラグですかね、はい、ヘッドチューブにはないんですけど、あのこういうところ、うん、シートがこう入るところには装飾されてますね。他のブランドだともうちょっと簡易的なすっきりしたラグが多いけど、そうですね、リベンデルは凝ってる。ここも塗り分けとかもオフホワイトでされてたりとか、うん、結構グッときますよね。で、まあ、ドライブトレインはアリビオの9速使わせてもらって、まあ、フロント2速なんで変速多すぎてもかなと思って、まあ、急速で収めさせてもらって前後でバランスいいようにっていう感じ、はい、フロントは2速です、はい、これ使ってるクランクは杉野のマイティツアーっていうクランク、はい、ですね。まあ、クランクも結構細身のやつが個人的には似合うかなと思って、うん、結構いろいろあるんですけど3枚ついてる僕らのオリジナルの XMC とか、はい、結構あるんですけど、まあ、この辺はスッキリ、そう、ね、仕上げがあのちょっと白っぽいアルマイトがかかってて、あ、そうですね、杉のマイティは上品で、上品でいいですよね。いいですね、かっこいいと思います。で、これチェーンリングも、まあ、杉野のダブル用のこう2枚ついてるチェーンリングが売ってるんですけど、それをそのまま使わせてもらって、うん、こういいバランスで組めたんじゃないかなっていう感じと思います。ありがとうございます。さっき言ったあのリムはベロシティのエニス、こんな感じでめちゃくちゃかっこいい自画自賛めちゃくちゃかっこよく、本当に結構こだわりを入れれて、うん、お客さんもそれにすごくなんか賛同してくださったりとか、こうお話ししてても組んでてもすごい楽しい、うん、そうね、バイクだったんで、最近ではクリントが一番じっくりやってたんじゃないかなっていう感じのバイクですね。まあ、どのバイクもすごい愛情を込めてやってるけど、そうですけど、すごい思い出の多い一台になったんじゃないかなっていう感じです、うん、じゃあこんな感じですか。こんな感じですかね、はい、以上です、はい、ありがとうございましたありがとうございました。